皆さんこんにちは、アパレロです。今回ご紹介する商品はデサントオルテラインのハートジェルジャケットクレアスをご紹介していきたいと思います。まずこちらのジェルジャケットなんですけども、一言で言うともう機能的でスタイリッシュで、とにかくむちゃくちゃかっこいい。全然一言じゃないですけど、もう本当にその言葉がぴったり当てはまるようなシェルジャケットとなっております。言いたいことはいっぱいあるんですけども、まずは、簡単な説明からしていこうと思います。素材なんですけども、エントラントウィンドタイトナイロンっていうやつを採用した、ハートシェルジャケットになります。こちらも、簡単に言うと伸縮性と軽量性に比例した素材で、なおかつ、耐水性と透湿性にも優れているという素晴らしい素材です。まあ、これも簡単に言うと、特に雨の日などには安心して使っていただける、アウターとなっているっていうことですね。結構触った感じの生地感とかはわりかし薄いんですけど、もう本当にその分軽くて着心地がいいのも特徴の一つかと思います。あとフロントジッパー部分にはデサント独自のデュアルベンチレーションシステムを採用しておりまして、2列のジッパーとその間に配置されたメッシュ生地により外気を取り込んで、衣服内にこもりやすい不快な熱や湿気を外に出してくれることができるようになってます。また、脇の下にもベンチレーションがついてまして、こちらもジッパー開けるとメッシュになってますし、また主要なジッパーは全て止水ジップ仕様になってますので、ここから水の侵入もしっかり防いでくれるっていうところも、ポイントが高いと思います。また縫い目においても全てシームテープ貼ってますので、生地の縫い目から雨とか水が入ってくることもないのが安心な、ところですね。また袖口なんですけども、こちらも雨に濡れてもしっかりとしたホールド力を、キープできるようなブロックフィットアジャスターってやつを、装備しております。大概こちらとかはベルクロで調節するようなタイプが多いんですけども、こちらに関してはこのブロック状になっているところにパチッとはめるだけなので、ベルクロのようなバリバリバリっていう音もないというところが、一つポイントかなと思います。またこちらもオルテラインの特徴の一つといえるパラフードですね。もうこれめちゃくちゃフードの形綺麗にキープできるっていうのと、フード被らない時はこちらのジップを閉めたまましておくと、収まりが本当に綺麗に出るっていうところも優れたポイントかなと思います。裾のドローコードも生地とドローコードを一体化することでより簡素化できているような感じがします。その分利便性と耐久性がアップしていると思います。こちら裏地なんですけども、ここのメッシュ素材は、脇の下のベンチレーションを開けるとこちらのメッシュ素材が、出るようになっております。まあ、こちらも裏地もしっかりとシームテープ貼られてますので、もう本当に耐水性っていうところは、かなり特化したジャケットになるんじゃないかなと、思います。こちらのメッシュの色もしっかりとボディの色と、合わせられているので、もう本当に全体的なスタイリッシュ感というところも、この辺がポイントとなっているんじゃないかなと思います。こちらがパラフードの、裏側の部分ですね。もう本当にフードの収まりが、先ほども言いましたけども、かなりシュッとしてますので、フード独特のボリューム感というところが全くなく、着用していただくことができます。はい、で続きましては着用ですね。こちらサイズは M サイズを着ております。身長163センチで体重54キロですね。まあ、サイズ的にはもうこちらで全然ゆったり着ていただけるぐらいのサイズ感かなとは思います。めちゃくちゃジップ上げるのに戸惑ってますけども、実際は結構スムーズには上がりますので、そちらだけ、誤解ないようお願いいたします。もともと伸縮性もありますので、全く窮屈感なく、着ていただけるかなと思います。着丈はそこまで長くはないんですけども、まあ今ちょっとインナー長いの着てるんで、かなり出過ぎて着丈が少し短くは見えてるんですけど、もう本当に普通丈ぐらいしっかりありますので、そちらも、全く気にせず、僕ぐらいの身長の方でしたら全然こちらの M サイズでジャストサイズかなと思います。でもう一つの特徴なんですけれども、このネックの部分ですね、かなり高い位置まで、来ますので、まあ、その辺の防風というところもしっかり、機能的に発揮してくれるんじゃないかなと思います。このパラフードが本当にね、形が綺麗で、帽子かぶらない状態でこれぐらいのスッキリ感がしっかり出ますので、まあ、この辺が本当にスタイリッシュな、理由の一つかなと思います。あとまあ一応フード部分にもドローコードは、ついておりますので、こちらでさらに調節は可能となってます。
まあ、前閉じで着るとさらにスッキリ感も増して、本当にあの綺麗な感じのシルエットっていうところが表現できるかなと思います。まあ、先ほどもご説明したんですけども、ドローコードですね、こちら生地と一体化になってますので、もう本当にスムーズに、調節は可能なところも、嬉しいポイントの一つかなと思います。で、続きましてこちらワンサイズ上げまして L サイズを着用しております。まあ、着丈はもちろん長くはなりますので、まあ、今ぐらいのパンツのゆったりしたシルエットでしたら、このぐらいのサイズ感でも、決して悪くないかなと思います。袖のねアジャスターも本当にあのこのパキッてこう押さえつけるとしっかり止まるような感じになってますので、もうこの音が鳴らないっていうところの発想に行き着いたのが本当に個人的にはすごく、感心したところです。で、L サイズを前止めて着ていただくとこれぐらいのシルエットには、なりますね。まあ、先ほどよりもちょっとこう身幅の部分であったりとか、肩の後ろのところの生地っていうのはちょっと余るんですけども、まあ、それでも十分すっきりお使いいただけるかなと思います。まあ、首元のところもね少しあの空洞ができるぐらいゆとりが出ますので、まあ、こっちやと全然窮屈感も、さらになくこう着ていただけるんじゃないかなと思います。ここのね首のところもあのしっかり口が直接当たってるわけではないぐらいあの絶妙な空間がありますので、まあ、その辺もさすがに計算されてるんかなと、感じました。はい、こちらねあのデュアルジップベンチレーションなんですけども、あの止める箇所が2箇所ありまして、身幅緩くなる方と、ちょっとこうタイトに見える方と2箇所いけますので、もうインナーによってこう調節していただけるといいかなと思います。こちらは、ちょっとタイトな方で今止めてるんですけども、こう見ると先ほどよりもさらに身幅の部分っていうところは、すっきり見えるかなと思います。あの劇的に窮屈感が増すっていうことは決してないので、もう本当にあのインナーでこう調節していただけると十分いいかなと思います。こちらも止めていただいても止水ジップなので、濡れても全然雨が入ってくるっていうことはなくお使いいただけるかと思います。個人的にはこう身幅の緩さであったり丈感であったりっていうところを考えると、やっぱり L サイズが一番いいかなっていうところはあるんですけども、まあ袖の長さだけどうしてもちょっと長くなるので、まあその辺はちょっとこう調節できるので、まあそこでうまくバランス取りながら着ていきたいかなと思います。まあ、結構あのスウェットとかの上に着てこうカジュアルダウンしても全然いいかなと思いますので、まあその辺はお好みで合わせていってください。でこちらパラフードですね、後ろのジップを開けるとこういう感じで、フードがかぶれる状態になります。もう本当にねこれもすごくよく考えられた形かなと思います。まあ実際ちょっとフードかぶってみたいと思うんですけども、もう本当にあの雨降った時とか、まあ、こちらでフードかぶっていただくと、顔も濡れることなくお使いいただけるかと思いますので、ちょっと見ていただければと思います。もう結構ね顔がすっぽり隠れるぐらいで、あの視界もちゃんとあの確保できるので、まあ、この辺も本当にあの軽登山とかでもお使いいただけるかと思います。こう頭の形に沿うようにフィットしてくれるので、本当にあの被っててもそんなにこれもストレスなくいける感じなので、まあ、これはこれで便利な感じと、あの視界がちゃんと確保されつつこう目のところもしっかりあの水を防いでくれるっていう部分は、すごく考えられてるなと思いました。まあ、本当にねこの裏側のジップの開閉だけでこのフードの形がこんなにも変わるっていうところはすごくこれだけでも印象変わりますので、まあ、この辺はもう開けて、ずっとこうすぐかぶれるような感じにしたい方はそうしていただいてもいいかなと思いますけど、あのかぶらない時はフードしあのジップ閉めていただいた方が確実に形は綺麗に見えますので、まあ、その辺はもうお好みで、調節していただければなと思います。こちらもちょっとあの僕不器用なんでつけづらそうにしてますけども、もうスムーズにカチッとはめてジップを締めていただくだけで元の形に戻りますので、まあ、かなり手こずってますけども、実際もっとスッとあこんな感じでいけるかと思います。もうこうしてもあのジップの部分もしっかりあの肌に当たらないようになってるっていうところも気遣いが行き届いてていいポイントかなと思います。このね、こう締めた時のこのフードのこうボリュームのちょっとこう寝る感じといいますかね、こうはあの形に沿う感じがすごく綺麗ですね。で、ちょっと今着替えてるんですけども、サイズこちら XL を、着用しております。まあ、丈は一番先ほどよりも長くなるので、あの多少あのドローコードを絞って少し腰回りにこうボリュームを持たせて、着ております。まあ、袖丈以外は全然あの許容範囲な、大きさかなと思います。まあ、これで XL って言っても全然僕の身長でこんな感じなので、
まあ、そこまで大きい印象というところは個人的には受けなかったです。このデサントのさりげないワンポイントも、非常に渋くてかっこいいかなと思います。でこちらのナポレオンポケットも、しっかり収納力もありますので、十分使っていただけるかなと思いますし、脇のベンチレーションも開けるとこの裏地のメッシュが出て、中の嫌なこう熱とかをしっかり出してくれるっていうところの機能性も、兼ね備えてます。あ、今更なんですけども、全部着用しているオイルはネイビーを、着ております。まあ、黒よりねちょっとこう軽くて、かっこいいかなと思いますので、ちょっと個人的にはネイビーというところは、新鮮さもあってよかったです。はい、ということで今回ご紹介してきましたオルテラインのハードシェルジャケット、クラレスですね。もうこれはもう個人的にはもう激推しな、ライトアウターです。まあ、機能的なところはもちろんなんですけども、なんといってもこのデザイン性とシルエットですね、もうここがもう抜群に綺麗な、アウターとなりますので、まあ、これから、春に向けてこういうのを探されている方、ぜひぜひ参考になれば、嬉しく思います。ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。よろしければコメント、高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。